浜防風とは、皮脂植物のセリカ浜防風族の一種。海岸の砂地に自生する、海岸性の多年層。山菜として食用にするほか、漢方薬、民間療法薬として利用される、八百屋防風と呼ばれることもある。名称の由来は、中国産の防風と根の紅葉が似ており、浜辺に自生することからであり、海岸防風林とは関係がない。 葉は一から二回三室服用で、小葉は楕円形。葉の表面には、口倉層が発達しており、肉厚で艶がある。柿以外は、葉はあまり高く伸びず、竹が低い。根はごぼうに似て、非常に長く、地中深く伸びる。これらの特徴は、海浜植物に共通のものである。柿は5から7月頃で、南方ほど早い。柿は立ち上がり。 大きいものは50センチメートルを超えることもあるが、より背の低いことが多い。白色の毛が多数生える。果女は肉質、白色でカリフラワーに似る。種子の側面には6から7本のヒダがある。海岸地帯に自生し、カムチャツカ半島以南、日本では北海道から南西諸島にかけて分布。かつては各地の海岸で知られていたが、海浜の新色島で、 近年自生地が著しく減少している。福島県では、レッドデータブックに記載されている。原因としては、海岸線が開発されて分布できなくなった、食用、薬用として採取し尽くされた、などが考えられる。校舎については、民間療法薬としてもてはやされ、糖尿病に効果があるなど、様々な属説が広まってしまい、乱獲に拍車をかけている、可能性がある。 食用としては、新芽が、酢味噌和え、天ぷら、生食、主に刺身のつま等に利用されてきた。基本的には野草だが、野菜として認識している人もいるほどで、人々にとっては、馴染み深い植物であるようだ。食用とするために海岸などで栽培される。また、畑での栽培も可能であるという。浜防風の根は、漢方では、北写真と呼ばれ、巨漢、下熱、 侵害薬などとして利用される。日本では、生薬の一種、暴風の代用品として利用される。効能は、暴風と同じか、それより劣るとされている。浜暴風の目や根茎などには、クマリン排等体が含まれ、発汗、下熱、鎮痛などに用いられる。また、民間療法では、婦人病の薬とされる上、最近では、糖尿病に効能を示すとも言われている。 しかし、糖尿病については、俗説の意見を出ておらず、効能があるかは定かでない。ありがとうございます。